真相追求のため俺を追いかけてくるだろうとは思っていたが、すまない、いろいろと事情があってこれ以上は話せないんだ。秘密の任務ということしか教えられない。やっぱりアーランが何か言ったのをぼんやりとだけど覚えてる。確か私が忘れていることに関係する何かだった。すまない、いろいろと事情があってこれ以上は話せないんだ。秘密の任務ということしか教えられない。どうして知ってるんだ。そうか、貴様もお嬢様のプレッシャーに気がついたのか。いや、正直に言ってかなり厄介なことになっている。監視カメラを調べてみたが、失踪したスタッフがいなくなる瞬間は映っていなかった。唯一の手がかりはアドラーの発見だな。実は失踪事件の発生直後、宇宙ステーションの自動消火システムが一時的に作動した記録が残っていた。つまりどのスタッフの失踪も不可解な発火現象と同時に起こっていたということだ。そして聞き込みをする中でそれを裏付ける目撃証言もいくつか出てきた。彼らは言っていた。あれは人体の自然発火だと。会主課の室長には聞いたのか。間違ってはないと思うけど、正しくもなさそうだな。あれ、ここで私はなんて言ったんだっけ。間違ってはないと思うけど、正しくもなさそうだな。ああ、そうだ。それはサイオって呼ばれてる。どっちもエネルギー生命体だから、強いて言えばウーボもサイオの親戚になるかな。あ、ちょっと待って、今すごい推測が浮かんで、あ、いや、まずは検証してみないと。今日はここまでにしよう。また後で連絡する。人体の自然発火、それが事件の全貌ってことなのかな。一応最初のヘルタとの会話を思い出してみよう。もう一度最初から確認しよう。ヘルタとの会話に戻って、忘れるといけないから改めて説明するね。それはで、実体はないけど命があるの。その痕跡を見つけたら私に信号を送って。ヘルタに気になることを言われた気がするけど思い出せない。いくつかヒントがあればもしかしたら。忘れるといけないから改めて説明するね。それはエネルギー生命体で、実体はないけど命があるの。その痕跡を見つけたら私に信号を送って。重要なのはそこじゃない。天才クラブと関係がなかったら
私だって構ったりしないのに。じゃあ私は出かけるから、あとは頑張って。誰かに手伝ってほしかったらアスターに聞いてね。